背景です。今回は与座高等も打線打てず初戦落とすということでですね、まあ、今日からね、交流戦が、スタートしてきました。でライオンズはね、今日5月30日に、まあ、その交流戦初戦タイガースとのね試合に臨んだんですけれども、負けてしまったということでね、まあ、まずは、今日の試合を振り返っていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではやっぱり阪神は強かったということでですね、今日の試合振り返っていこうと思います。まあセリーグのね首位阪神との試合ということでね、まあ、昨日の動画でも言いましたけれども、やはりね阪神は強いということでですね、まあ、なかなか厳しい戦いになるということを話しました。まあ、結果的にねやっぱりライオンズね初戦はちょっと負けてしまったということで、まあ、スコアから振り返っていくと3対1ということです。それでは簡単に試合振り返っていこうと思います。先発はですね今季未勝利の与座投手ということでした。まあ、結構ね今井投手だったり隅田投手、エンス投手が抹消してしまったということで、まあ、ちょっとね今週のローテーションのどうなるのだっていうところが注目をされていて、初戦を任されたのは与座投手でした。で初回いきなりね近本選手、中野選手の連続三塁打からノイジー選手の内野ゴロで2点を失ってしまいます。まあ、ここがやっぱり阪神の強さというか、まあ、このまず 1,2 番で非常にねこう足だったりとか攻撃力ってところが高い、まあ、近本選手、中野選手で俊足生かして2人とも三塁打にしていくあたりで、それでまあしっかりと三塁打打った後に、まあ、ノイジー選手は確実に内野ゴロで1点を獲得するっていうところ、まあ、こういった攻撃の仕方っていうところはやっぱりなかなかねこうライオンズではできない攻撃というか、まあ、ここはやっぱり強いチームの攻撃の仕方だなというのをね、この初回にいきなり感じました。まあ、なかなかやっぱりライオンズの今の打線見てるとね、1番2番で連続3塁打で1点取るっていうことはできないと思いますし、まあ、3塁に行ってからも確実に内野ゴロで1点を取るっていったこういった攻撃、まあ、こういったのをしっかり初回から簡単にできてしまうっていうところがねやっぱり阪神の強さかなというふうに思います。で、まあ、2点を失ってしまったんですけれども、反撃したい西武は3回にですね鈴木翔平選手のヒットで、そして小川選手が送りバントを決めて、赤林選手が2試合連続のタイムリーでここで1点を返します。で2対1ということでね、まあ、1点差に一応追い上げたわけなんですけれども、まあ再びね5回に与座投手がノイジー選手にタイムリーを浴びてしまって、まあこれでまたね2点差ということになってしまいました。でライオンズ打線ね、なんとかやっぱり村上投手から一矢報いたいところではあったんですけれども、まあやっぱりね村上投手本当に今シーズンセリーグで素晴らしいピッチングを続けている一人ですので、まあなかなかねやっぱりライオンズ打線もね、まあなかなかやっぱりこうつながらないっていうところで、まあ今日はねそもそもランナーすらあんまり出すことができなくて、まあそのまま村上投手に8回まで抑えられてしまって、で最後はね湯浅投手に抑えられて3対1ということで負けてしまいました。まあ本当に12カードぶりのカード勝ち越しっていうところをねこの阪神とのカードで狙っていきたいところではあったんですけれども、またもやねカード初戦落としてしまったということでね、まあ交流戦は厳しいスタートというふうになりました。それではね今日の試合のポイント振り返っていこうと思います。まず一つ目が与座投手今季初 QS ということで、まあ、与座投手ですねちょっと今日の登板、まあ、初回はバタついてしまいました。近本選手、中野選手連続スリーベースで、まあ、ノイジー選手内野ゴロで2点失ってしまったんですけれども、まあ、その後はねしっかりと立て直して安定した投球を見せてくれたんじゃないかなというふうに思います。それでねしっかりとまあ6回3失点クオリティスタートにまとめてくれたということ、まあ今回が3試合目の登板ということでね、まあここまで2試合はねなかなかうまくいかないかった、まあそして開幕ローテーションのところもね外れてしまったっていうところで、まあ今シーズンね苦しいシーズンになってると思うんですけれども、まあそんな中で今回やっとね、まあ、今シーズン初めてのクオリティスタートできたっていうところはね大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。で今正直ライオンズのローテーションっていうところが正直かなり苦しいんですね。まあ、本当に安定しているのが高橋光成投手、平良投手2人だけで、まあ、エンス投手もねちょっとあんま調子良くないですし、隅田投手も調子良くないで、松本投手、今井投手もここに来てちょっとね打たれる試合が多くなってきてしまっているところでね、まあ本当に人数もたくさん抹消してしまっていますし、開幕からローテ守ってるピッチャーもねあんまり調子が良くないというところでね、まあ、与座投手がやっぱり今回ね初めてクオリティスタートしてくれたっていうところ、まあ、今日きっかけにねなんとかね今後も、まあ、昨シーズン本当2桁勝利ねした実績のあるピッチャーになりますので、まあ、今日きっかけにね本当に今後はローテーションの1人として、まあ昨シーズンのような安定感っていうのをね取り戻してくれたら、まあ、非常に本当にライオンズの先発事情ってところはね大きくなるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、今日のね与座投手のピッチング負けてしまいましたけれども非常に良かったんじゃないかなと思いますし、今後期待できる内容だったかなというふうに思います。続いてがね久保投手ですね。久保投手が今シーズン初登板を迎えてですね、まあ、しっかりとね1回を無失点に抑えてくれました。まあやっぱりねこうブルペンっていうところ左ピッチャーってところは結構足りてないんですね。まあ佐藤投手はね勝ちパターンで入っているんですけれども、まあなかなかこう左のワンポイントとして使えるような選手があんまいないという状況の中で、クモン投手がね今日初登板をしてですね、まあしっかりとね無失点を抑えてくれたというところ、まあ結構クモン投手やっぱりね昨シーズンもまあ今シーズンもね怪我でね出遅れてしまっているところがあるんですけれども、まあ投げたらねしっかりと抑えてくれる本当にいいピッチャーになりますので、まあ今シーズン今後ねしっかりとまあ左のセットアッパーではないんですけどワンポイントとして抑えていってほしいなというふうに思います。
続いては野手陣の方を振り返っていこうと思います。まあ、今日もねしっかりと若林選手が勝負強さを発揮してくれたっていうところは非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、この前の、ね、オリックス戦でも、宮城投手から勝ち越しタイムリーを放ってですね、まあ、本当にね2試合連続タイムリーということでここ最近若林選手の勝負強さっていうところが非常に光っていますね。で今日のタイムリーヒットはねしっかりとこうカーブ、まあ、難しいボールだったと思うんですけどうまくね溜めて、まあ、しっかりと逆方向に打ち返した、見事なバッティングでした。まあ、若林選手ね結構変化球ブンブン丸というふうにも言われていてねなかなかこうああいったねバッティングできないっていうのが、まあ、今シーズン多かったんですけども、まあいうふうにしっかりとね緩急も待って打ち返すこと逆方向にしっかりと打ち返すことができる、あれは本当に見事なバッティングでしたし、ああいったバッティングができると、まあ、もっともっとね多分打率ってところも上がってくるし、まあ、結果も残していけるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今日のバッティングってところはね非常に良かったですし、まあ、ここからね非常に期待をしていきたいかなというふうに思います。まあ、ただねここでやっぱり打順上げたりしてしまうとまたおかしくなってしまう部分あるかなっていうふうに思っていて、まあ、この前もね9番での起用で今回もね9番での起用でしっかりと結果を残しているっていうところなんで、まあ、とりあえずはまたね9番で、ぜひ起用していってほしいなというふうに思いますね。やっぱ1枚になるとねまた本人も難しく感じてしまってねバッティング戻ってしまう部分あるかなっていうふうに思うので、まあ、とりあえずはね9番での起用っていうところを僕は押していきたいかなというふうに思います。であとはやっぱり打線全体的なことで言うと、まあ、今日はやっぱり村上投手の前になすすべなしという感じでした。まあ、やっぱり村上投手セリーグで、ね、あれだけの成績を残している、まあ、ピッチャーになりますので、まあ、なかなか点を取れないだろうということは、ね、もちろん僕も昨日の動画で話しましたけれども、まあ、なかなかやっぱり、ね、点を取れないどころかランナーすら、ね、なかなか出すことができませんでした。本当にチャンスと言えるようなチャンスはあの若林選手がタイムリー打ったあの時だけで、まあ、基本的にやっぱり、ね、ヒットもほとんど出てないですし、まあ、フォアボールも1個も獲得できなかったというところですね。まあ、ワンチャンスをものにしっかりとできてね、そこをしっかりと点につなげることができたっていうところは本当に大きかったと思います。特にあの攻撃っていうのは本当に下位打線からの、得点だったというところもあってね、非常に価値の大きい1点だったと思うんですけれども、まあチャンスと言えるようなチャンスをね、あの場面しか作れなかったっていうところが、まずはね、今回良くなかったところかなというふうに思いますね。まああとはやっぱりとにかくライオンズ本当フォアボール選べないなということですよね。まあもちろん村上投手本当にコントロールいいピッチャーにはなるんですけれども、やっぱり粘ってね、フォアボールを勝ち取ったりだとか、まあそういった攻撃をね、やっぱり好投手相手だからこそしていきたいんですよね。なかなかこうヒットを打てる相手ではないので。まあやっぱりね、こうヒットを打つ以外の、まあ、出塁能力の高さっていうところ、まあ出塁の幅っていうところをもう少しやっぱり広げていかないと、まあなかなかやっぱりね、こういった村上投手みたいな好投手相手に、まあ、点を取っていく、まあこういった投手相手に勝っていくってことはね、難しくなってくるんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりね、フォアボールっていうところはもう少し選べるようになってほしいなっていうところをね、改めて感じた試合でした。はい、まあちょっとね、今日の試合も、まあそんなに内容的に悪くなかったと思うんですけれども、まああっさり負けてしまいましたし、やっぱりこう、タイガースとの力の差っていうところを、まあ本当にすごい見せつけられたなというふうに思いますね。投手力もそうですし、やっぱり打者の能力もね、まあ全然やっぱりライオンズとは違うなっていうところを、まあ本当にシンプルに今日は見せつけられてしまった、試合だったんじゃないかなというふうに思います。ライオンズもライオンズで、まあ自分たちの野球っていうのはしっかりできたと思うけど、まあその中でも、まあ負けてしまったということですので、まあ単純にやっぱり実力差があるということなんですよね。まあ正直明日明後日ってところもね簡単に勝てる試合ではないと思います。難しい試合になってくるとは思うんですけども、まあなんとか2勝できるように頑張っていってほしいですし、まあ良かったところもねあったと思うので、まあそういったところを存分に出してねまた明日以降期待していこうかなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。